おはようございます。今日は朝から何やっとるだね。暇だな、まあ、暇だ。どうするのあんた、これジャム作る。またジャム作るの？今日買い物に行くだったらピザラ買ってきて。ピザラが全然ないで。ピザラ忘れんと。そんなジャム作って大丈夫なの？これすごい量だね。しかしすごい量で取れるけどさ、もったいないじゃん。砂糖280ぐらいで、ジャムが120ぐらいのジャムが1つぐらい作れる。燃料費はただです。ねえ、すごいね。どうすんのそんな。明日雨が降るからさ、今日それでどれぐらいできるの？この間作ったぐらいできるの？もっとできる？たくさんできる。明日雨降るって言ったで、今日積んどきゃね、明日一日やれるじゃん。やる。あれ、あそこ何やったの？あそこ。あそこはゴミ捨てると100円出るけど、さつまいもの、ああ、声にするのか。あれ、これ何ほうれん草か。ああ、葉芽が出てたな。ほうれん草と、これはブロッコリーやられたと思う。ああ、虫にやられたのか。虫のあれが、たけどだのが、毛だなま嫌なるな、これ。明日。いつ作るの、それ。明日？うん、明日雨だで一日中ジャム作ってるの？うん、ほんだけピザラ絶対忘れんといてよ。ピザラ全然ないで。白ザクだったら高いね。あとは、よかったら。大寒くなると花咲かんね。今日は暇かね？今日暇だと思う。2人、3人は来るけどね。あとは、ね、あとは、ね。ちょっと見してみ、そのカゴ。こっちに向けて。すごいよね。え？すごい。はい。今日は大量収穫です。なんだったこれ。忘れた？それ？ローゼルじゃん。そう。何やるの？これも。それ何の木？ゴミないし。え？ゴミないし。何それ？秋の花。何の役にも立たないやつ？ゴミないしって秋の花の7種。何の役にも立たんの？花はもう花がない。これが藤バカマ。アサギマダラの好きな。以上です。はい、以上朝の畑仕事は終わりです。今日はこれから仕事です。ローゼル、え何そんな色つくつくだね、これでね。すごいね、まあ綺麗だけどさ、剥くのが大変。ミカも美味しいね。食べれって言ってもミク食べるし。酸っぱいからでしょ。酸っぱくない。ほな、買ったと、同じとはダメだよ。ここ同じと思って。栄養があると思って。ああ、思うことがやれて、今日ゆっくり。店で眠りがある。はい。